もう。はいはいはい。おっ、私はみそぽんです。今日はお外の集まりに参加してきました。日本全国から親戚が大集合です。で私は忙しいです。こたつママのところへ行ってきます。こたつママとっても優しいんですよ。こたつママ、こたつママ、お久しぶりです。覚えていますか？あえてとっても嬉しいです。わあ、人間さんがたくさんいて嬉しいな。みそが忙しくしているため、おかんの私がみそぽんの親戚を紹介いたします。こちらはウリエルくんです。みそのママとウリエルくんのママは仲良し姉妹です。なのでみそのいとこですかね。ブリンドルで表情がとっても豊かで可愛くてイケメンな男の子です。この子はみそのパパ、こたつくんです。ところどころ似てるなって今回すごく思いまして、みそは人間大好きで人間のところに行ってよく挨拶に行くんですけれども、こたつくんも人間のところに行って挨拶に回ってて、うわー、親子だなって思いました。この子はもみじくんです。目がクリクリでめちゃくちゃ可愛いですよね。さてさて、写っている親戚たちをどんどん紹介していきます。こちらはポテチちゃんです。とってもおしゃれな女の子です。お目目がとっても大きい美人さんです。まあこんな感じでですね、みそはうろちょろして相手してくれそうな方を探しては激しめの挨拶を交わしておりました。あかんよ、みそちゃん取らないで、水泥棒しないわと。すいません、みそが水泥棒しても怒らずに分けてくれたこちらの優しい子はもんちゃんです。もんちゃんはみそより6ヶ月早く生まれているんですけれども、とっても落ち着いていてお姉さんって感じがしました。みそも6ヶ月したらもんちゃんみたいになれるんですかね。はい、楽しみです。はい、どんどん紹介していきたいと思います。こちらはつぶくんです。つぶくんはみそより年下のはずなんですけれども、ミスよりすごく大きく成長していて、さすが男の子ってびっくりしました。そしてここで可愛いお花をつけているのがラナッチです。なんかラナッチミスに似てないと、私おかんとおとんの間で盛り上がっていました。顔同じや、めっちゃ似とる、めっちゃ似とるわ、ね。挨拶した。あ、先生。何？あ、分かんない。帰ってきた。いいよ、もう休憩するんだから。はいはい、さよなら。はい、さよなら。こっちに来てくれている子がカイナくんです。とってもお顔が整っていてイケメンブヒですよね。とってもかっこいいです。こちらのブリンドルの男の子がナナミくんです。とってもおとなしくて可愛かったです。 Thanks。 あ、うちの子がいました。みそは人間は大好きなんですけれども、犬と遊ぶのが本当に苦手で、もうすぐねこんな感じになるんですよ。本当は遊びたいんだろうですけれども、遊び方がなんかよく分かってないみたいで、ちょっとねそれをちょっと身につけて遊び方を学んでほしいななんて思ってます。
こちらの可愛いハニーパイドの男の子はなごみくんです。めちゃめちゃ可愛い。今ここに座ってくれている子はダルクくんです。すっごいおとなしくて、でオーナーさんの言うこともすごく聞いていて、なんだろう、頭がいいんだろうなって思いました今ここにいる子はムーちゃんです。まだパピーでめちゃくちゃ可愛かったです。ムーはフランス語で柔らかいっていう意味があるらしいです。どこ？女の子だよ。取られると思った、取られると思ったんやね。珍しい、どうしたの？この子は小麦ちゃんです。もちもちのフォルムがとってもたまらんかったです。ちょっと行かして。味噌はダメだね。あかんよ、あんた。みんなでじゃんけん大会もしました。とっても盛り上がりました。あの夫と作戦を練って挑んだじゃんけん大会だったんですけれども、早々私たちは負けました。あんたは一緒に出たか。ちょっとジャンケン練習したら、こんなにいいとこまで。おい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 。はいはいはい。はい、みよちゃん、みよちゃん、ごめんなさい。ありがとうございます。よいしょ。なんでどんどん脱走していくんや、あんた。すごい早かったね。すいません、もう脱走壁がすごい。すごいよね。すごい元気いっぱいですね、最後まで。すごいスタミナ。ノンストップですね。もっともっと紹介したい親戚はたくさんいるんですけれども、あの私の編集能力が限られておりますので、この辺でドローンさせていただきたいと思います。